晴山整骨院の営業終わってるのに、そこ晴山整骨院の駐車場、黒い車止めてる人間いますね。来てはならないのに。そのも2003年に終わっと、淡井圭介に言われたこと、真面目に言うこと聞いてなかった人間や、来てるの。それが公務員であろうと、国家公務員であろうと、駐車違反。先ほど黒い車は来る前なんですけども、この番組をつけた時に、このものが、私たち側になりましたって言い始めたんですよ。女性アナウンサーだと思われる人間ですね。違いますよ。そんなこと、君たちが決められる立場にないか。淡井圭介本人だよ。淡井圭介本人だよ。淡井圭介が決めることだよ。もう晴れも整骨も営業終わったよ。で、君たちは、私たち側だですって言って、おかしな人間を晴れも整骨に集めてたよ。はいはい、もう分かったからね、仕組み。先ほどの時間ですけども、状況、もう一応撮影しておきますね、晴れませんけど。車一台もないでしょ、電気もついてない。もともとテレビ局とか議員とかに、悪党業界に混ざり込んでいた、そいつらを全員、一斉に、消去しなきゃなんない。もう、1チャンネルだけで10人とかいらんから、いらんから。将棋の詳しい説明なんかで飯食ってた人間、みんなの税金への食らいつき方や。いらん、いらん。将棋の試合の結果だけニュースとかで放送しといたい。もともとそういうものや。いらん番組が多すぎる。これスッキリする。もう余計な書類増えすぎるから。もうそんなことよりも、実力ついた人、死亡届の方とか本当の人口の方に切り替える作業、そちらの方頑張ってもらわなあかん。